だけども、まあチビだと言っても男か女か分からんけど。まあ、あとこの子若いもんね、ちょっと。はい、やっと1歳です。うん、だから女の子も変わるかもしれないから、名前が変わるかもしれない。そうなんだわ。チビちゃんぐらいになるかもしれない。25。お、いいですね。この間預かった時が、あ、この子も増えてる。この間 10月か、預かった時22だから、うん、今が25。あ、ちょっと増えたね。25でだいぶ増えたよね、いいですね。見た感じ結構スマートに見えるから、うん、あんまり大きくなってないのかなと思ってたけど、まあでもくちばしもアイリングも薄いですよね、この子はね、うん、まあで、まあそれでも元気ならいいんですけどね。でもそういう子は弱ると、うん、ガクッときちゃうから、ガクッときちゃうから、はい、この子はゼロです。ゼロじゃん、ゼロじゃん。食べてね、ちゃんとたくさん。ご飯食べてね、もう。はい、じゃあ目視つけれる？目視、はい、はい、あの皮膚が見えてるところにつけてくださいね、はい、そこに 0.5 できる。ついてない、ついてない。 OK、 はい、つぶたちゃん、つぶたくん、そこお腹柔らかい。やっぱ最初のこうクーちゃんはなんかあるだろう。まあ、いる間に生まれてくれるといいんだけどね。産むかもしれないし、女の子は卵がね心配だからね。まあでもさ、あの、はい、考え方によったらさ、うん、病気じゃないんですよね。そうですね、うん、卵を産むってことは、まあ、普通のことですよね。そうそう、普通のことなんですよ。ただまあ、あんまり産まん子がさ、1個、そういう子もやっぱり卵石になりやすいし、うん、それから何個も産んでる子はその最初の1個は大抵大丈夫なんだけど、うん、3つ4つと続いていくと低カルシウムになって、あ、なるほど、うん、あの殻が柔らかくなって、うん、柔らかくなるとさ殻が大きくなるから、うん、詰まりやすいと。殻が柔らかくなると大きくなっちゃうんだ。そうそうなんですよ。あ、こちら、これは持ってきましたですね。ごめんなさい。何も、こちらでいいんですよね。はい。はい、それでお迎えが6日の日の夕方ね。はい。6日。はい、月曜日、火曜日ね。火曜日です。はい。じゃあまたね、はい、あの、様子は撮れる範囲で、ちょっと撮影し、はい、させてもらいますね。わかりました。またねって。はい。で、スケジュールを置いて、それから、一応あの、はい、インキュベーターが空いてるんで、ちょっと暖かい部屋で。はい、わかりました。それって持って帰ります？いや、いいです、預かっておきます、はい、お掃除するときにちょっとそこに入れて、掃除するとやりやすい。はい、いいです。いいですか？はい、いいです。で、ご飯はお預かりしたんですよね。今、渡しました。はい、わかりました。はい、じゃあお預かりします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ失礼します。